めちゃくちゃゃく昔というかの話になるんですけどもあの今だったら今でも言ってる人いるんじゃないかなスマホとか携帯とかで写真撮る時に写メ撮ろうっていうじゃないですかあれなんで写メなんですかね写メって写メールでしょ写メは送るもんじゃないですか撮るもんじゃなくて写真撮ろうだったら分かるんですが写メ 写メ,メ撮ろう写メ撮ろうとかってプリクラ撮ろうは正解なんですよねプリントクラブプリクラ使おうか逆に言うとプリクラ使おうプリクラ使ってあの小さいシールの写真撮るになるけどプリントクラブというものだからプリクラ使おうになるんだけどもね写メを写メールだから写メールの略だから写真を添付したメールだからメールだから写真を添付したメールだから 画像データ作ろうが正解写,写真の画像データ作ろうが正解だよなと思いながら今日いたんですけどもねはいどうも <laughs> いや暑いですけどもまあ水分取って気をつけてくださいねというふうに思いますけどもねうんネットで見たんですけどなんかあの小学校の時の授業みたいなのでちょっとあこういうのもあるんだみたいなあったんで。 あのしゃべるんですけどなんかその小学校の時に40人ぐらいのクラス小学校3年生ぐらいの時にその筆者というかその書いてたツイッターで見かけたんですけどその人が40人ぐらいのクラスだったんですってで4人で10、えー、グループに分かれて4人ごとにね。ABCDEFGHIJ J まで10グループに分かれてあの1つのことで対戦しようぜっていうことがあったんですってどういうことを対戦するかっていうとあのお金を作ると、えー。どういうふうにお金作るかっていうともちろん偽造あの本物のお金使っちゃったら偽造になっちゃいますからあの千円札なんか千円札も決められててなんか。 何何センチと何センンチチとみたいなでそれに1,000円って書いてあったものは千円札と認められるんだけども1,000円って書いてなかったりとか、えー、その長方形の何センチ何センチの規定が5ミリ以上ずれてたりとかしたら、えー、ダメですと。うん、であともう一個500円玉もあって500円って書いたもので、えー、3cm 正円正,正方形じゃなくても3センチのまんまるうんも なんかを作ららないと5ミリ以上ずれてたらダメっていうことででそれでルールに、えー、の中というかルールに違反しなければ何でもいいですよっていうのでスタートしたんですって、うん、でその一人称視点で語られるんですけどまあ主人公といいますかその筆者が自分がじゃあどういうふうにいくかっていうとまあまずそのあもう一つそのルールというかあのものが忘れられてたんですけどもあの。 途中で先生から情報が1回だけあると、えー、いうこともありましてであとは4つ、あのー、物品があるコンパスと定規と、えー、鉛筆とハサミっていう風に4つその,の中をランダムで2つずつ、えー、分け与えられたりもするという風にあったんですけどもで最初来た時にやっぱその。 なんか鉛筆と、えー、定規とかいうふうにちょっとあんまり用にどうやって作したら鉛筆と定規みたいな感じでうまくそのなんかん使えないじゃないですか鉛筆と定規だけあっても、あのーまあ、定規で切ったりはできますけどはさみとかあった方が効率がいいし、うん、でだからその鉛筆をのが3本とかあったりするから鉛筆何本売る代わりにその例えばコンパスはあのー、ね 500円作るためのものだけですから、えー、コンパスじなくてもハサミくれとか、うん、逆にコンパス持ってる人っていうのはその全然なん,かなんて言うんですかねよしとされないというかコンパスどうしようみたいな感じになってたりするんですよね。うん、でそれで、あのー、やっぱり人手が余るんですよ。1人4人グループだったりとかしたら2人はねあの鉛筆で「ダ」とかいてもう1人が切るってなるんですけど二2人やっぱ手開くじゃないですか必ず。 ね、だって物がまず鉛筆とハサミとかっていう2つ定規も1個とかもう誰かやっぱり1人2人手が空くんですよでそうなるとあの違うチームから来て、えー、手空いてる人ちょっとあの時給払うんであの手伝わってくれませんかみたいなのが来たりもするんですよね。 あのたくさんその物品を持ってるところだったり買い占めて物品を買い占めてそういうところがあったりするんでまあでも手空いてるよりはマシだからその4人のうちの2人を貸したりとかっていう風にするんですね。んで,すよ、うん、で情報にもあのどんな情報かなって聞きに行ったらなんかもう全然。 なんかこれをこうしたら美味しいですよみたいな情報だっていや全然,全然そんなのダメじゃんみたいな何の意味もないじゃんみたいなのって言ったらあのー、やっぱり情報にも実は案の定何かこう差があったらしくてここはこうやったら何か美味しいみたいな食べ物と全然関係ないんですけどもあるチームの人が来て実はこの制限時間制限時間すみません制限時間忘れたんですけど60分だったりのうちの最後の10分でアナウンスがされると。うん どういうアナウンスかって言ったら1,000円が全部意味がなくなるとうん全部500円玉だけしか価値がなくなるっていうふうに言われるんですようんでそれでマジかって言って手元にコンパスないじゃないですか3センチの台になコンパスないと書けないし5ミリずれてたらダメだからうんしたらあるチームがコンパス持ってたからコンパスを買いに行ってずっと500円玉作るんですようん で、その時に、あのー、は、やっと、その、あ、情報にも差があったんだ、みたいなことが分かって、で、それで終わっていくんですよね。終了するんですよね。それで、結果発表。それで結果発表する時になったら、ある3チームだけ、0円なんですよね。うん。3チーム0円。10チームのうちの決算は0円なんですよ。うん。で、それで残り7ですよね。そのうちの6が、50万とか、20万ぐらい。 なんですけど2位までが1位だけ150万円分作ってんすよええー、と思ってでこれ蓋開けてみたら、うん、そのケツ3人のところのそのお金を全部上納させるようにシステムを作ってたやつがいたんですよ要するになんかこう何にもしなくてもお金をずっと作り続けてて多分なんか変な情報とかを与えて。 上するようにしてたんですでなんかおかしいと思ったことが一個あって500円の革命起きねえなみたいなことになったんですよ。え500円の革命ってあれみんなあれあれ何だったのみたいなそしたら流したやつがいて嘘だったんですよ結果発表の後にそれ言われるのかなみたいな言われたんですけど嘘でその流したやつが150万のやつのトップのリーダーのやつなんですよ。要するるるにに万を作らせる500 500円を作作ららせせ円ことによって あの効率悪いいじゃないですか500円の方が丸書いていこう紙もどんどん消費していくしき切るのも面倒くさいし、うん、その C チームなんですけど C チームの,その150万円分の,あのやつの言いくるめがすごくてケツ3人は全員そのうまく上納するようになってたしその500円のことももう口から出任せて嘘だし、うん、だから、あのー、あともう言うとその500円の時の情報を。 あのくれる時に1,000円札くれって言ってたらおかしいなと思ったけどそれの時の言い訳もいや今の段階で1,000円は価値あるじゃん最後の10分には価値がないっていうことを知らない人にとったら500円を俺でもらってるの不自然だからまず今1,000円くれっつって、うん、で500円とかも嘘だしであのコンパスもそのその C チーム150万ですが全部買い占めてて実は陰であの500円の革命のその嘘の情報を流す前に全部コンパス買い集めてて。 でそいつは何だったら鉛筆とかを1,000円で買ったやつを3,000円で売ってたりとかでそれで1,000円で借りてきた人、うん、あの空いてるんだったら1,000円でうちのところつつ、あのー、使ってよとあの手伝ってよっていうやつを他のところで3,000円で働かしてたりとかして2,000円のずっと置くじゃないですかだからそれみんながもう詐欺だ詐欺だみたいになってでもなんかあのその時先生が言ったのがあれはルールの内容,内容だったら何でもいいよというふうに言っててで何がすごいかというとやっぱ一番その。 えー、ゼロのその3チームっていうのはちょっと何も考えずに信じすぎたと、うん、で2位の50万とか20万までのやつは真面目に、あのー、頑張ったやつだと真面目にお金を作った真面目に自分の仕事をちゃんと行ったってやつだってでその1位っていうやつは150万のやつは自分らでルールを作ったやつだというふうになってうわこれはすげえ話なだなと、ね、確かにそうですよねだから、ね、何ののためルルール これっっっっててて誰が得すすするるんんだろうっていういいルルールって世の中にたたくさんあったりするじゃないですか例えば税金って誰が得するんだとか政治家が全部作ってるルールじゃないですかだから税金はあの上がりはすれど下がりはしないじゃないですか絶対に何とか税とかって下がりはしないじゃないですかそれはそうですね自分たちがせっかくもらえるお金を下げたりはしないですよねそれ何かルール作ってるからとかあいうふうに思ってあの500円の流れは見事じゃないですか革命が起きるからと。 すすごいですよねコンパスでも得するし他のところは作らせないし自分たちだけもうその情報量ももらえるし特見だしみたいな感じでうわすごい話だなっていうふうにあのそれ見ててうわすげえなと思って、うん、いい話だしなんかでもどっかで聞いたことあるような感じではあるけれども改めてすごいなっていうふうにあの思った次第でございますよねうん。 厳しい世の中っていうんだったらあれですねやっぱそういう厳しい世の中をあの具現化してるのはやっぱ開示とかあの見たら面白いですね。うん、今 TVer で見れるのが第3話ですけども「中間管理職利根川」おもろかったっすよ今,今週もおもろかったっすよ。ざっとあの言うとあのなんかその「怪事」ってすごいシリアスなものなんですよ。 命というか自分のその体のパーツとかをかけながらギャンブルをするようなあのちょっと気狂ったようなアニメなんですけどそれの中に出てくる利根川っていうやつがいるんですけどその利根川が楽しくあの普通のサラリーマンっぽくやるんですけども。 今回バーベキューの回でそのバーーベキューにあの鉄板がないみたいなことなんですけどそのバーベキューに出てくる鉄板がその獄中,あ劇中に使われる焼き土下座の鉄板なんですよね焼き土下は何かって言うとその刑を執行するみたいなその大変な時になんかお金がそれ以上ないやつがその鉄板の上で土下座すると本当に反省してるっていうものを見せるっていうもんなんですけどそれのやつで肉焼いてめちゃめちゃ喜んでたんでこれめちゃめちゃ面白いなみたいなことを見てましたけどね。うん ねそうだからその千円と五百円だけを作るっていう中でもあのいろんなそのやりとりがあるんだなみたいなふうに思いましたね。うん。すごかったね、これはね。うん。あと今日終わったのはもう本当になんなんですかね。昼昼の時にあのもうすが空いてる。 電電車車のの時に思ううんでですすけどもやっっぱあの座れる電車っていうのはいいはね <laughs> 普段座れない水曜日僕はあのネタ見せるんですけど座れない電車が座れるのはいいですね普段の行き道例えばどっかから高田馬場とか山の線なんかもう朝なんかぎゅうぎゅうなんですよ要するにこんなにぎゅうぎゅうな必要あるかっていうぐらいぎゅうぎゅうなんですよあの走って乗る人何なんですかね一本も <laughs> 階段走ったりとか もうその時点で負けてますよね朝僕ね思うんですよ本当朝ね出勤の時間とかに走ったりとかそう一本のプシューでゴッソ乗ろうとする人ってもうその時点でね負けからのスタートやな思うんですよねで,でも朝朝ですよ朝用意どんで数分早く起きればいいだけじゃないですかねそれを起きれないっていなるとねもうそれはもうダメですよ ほんまそう思ううけどね、うん、でそういうあの朝の電車なんですけど座れるのはあのいいよなと思いながら、うん、で今日はびっくりびっくりというかああこういう人もいるんだなと思いましたけどもエ,ーーエスカレーターってこの取,取っ手というかそのあの階段を上るゴムあのゴムというかあの取っ手みたいなところあるじゃないですかずっと磨き続けてるところ。その取っ手の外側に ちょっっと外側にベコンてて出てる金属の部分あるじゃないですかあのガラスの下の部分金属の部分あそこ座ってる人いましたからねいやもうそう椅子あるのにエスカレーターのヘリというかエスカレーターのパンの耳みたいなところに座っててやっぱそこそこ座る必要あるかみたいな思い,まし思いましたけどね <laughs> ねえ思いましたけどね今日も飯昼食ってましてあの。 芸人さんでまロヤコポン酢の古澤さんっていう方いらっしゃるんですけどもその方がねもうずっと笑いながら飯食うんでおもろいなけどケラケラ,ケラケラケラ笑いながらずっと飯食うんで「これこれこれ最高ですねこれ最高ですね」みたいな「うまいですねうまいですねチャーハンうまいですね」<laughs> 美味おいしいですね楽しさが加速しますね」<laughs> 言いながらずっと食べてたんであのやっぱりずっとやっぱりヘラヘラする人ってやっぱいいですよね。 あれも素敵ですよずっとヘラヘラするというかずっと笑う人ってやっぱりねこっちもね誘われて笑っちゃうんであれはいいですねあのピーマンの,あの満州って餃子の満州ってあるじゃないですか、うん、あのピーマンの。 ピーマンのやつあピーマンのなんか細切り肉みたいなのがあってピーマンのほ肉に細肉切りみたいなのがあってそれ食ってて「これうまいですねこれうまいですね,っね,、はあね,ね」って「はぁお会してうまいですね」ずっと「うまいですね」しか言わないですけど時間全然持つんですよねやっぱり古澤さんが食ってるとすげえなと思いながらあ,あおもろいですけどねああそう今度だからその古澤さんとラジオというかなんかどっかに喋りたいな思いながら思うんですけどねうん。 やっぱ明るいというか本物に底抜けに明るい人には勝てんなっていうふうにね改めて思いますよねうんだから笑い顔の怒り顔の人っているじゃないですかもうサラリーマンの時にはいたんですけど怒り顔の人もう眉間がもう彫刻刀で彫ったような溝がある人でいるんですけどうんでもやっぱり笑い顔の口角がってる人に勝てんなっていうふうに思いましたねうんはいちょっと今日短いですけどもええ そんなこんななこで、えー、今日も喋って終わろうかなと思いますけども今週日曜日が事務所ライブそう一番ケツのホップですけども頑張って、えー、やるんでまた会ったら何か来れる人いたら来てくださいメールくださいっていうのとなんか、えー、普通合とはなんか何でもいいんでまたね募集しないと手紙呼び込みしないと来ないですから、えー、こんなことありました。こんな夏の 熱いことありました悩み相談こういうことありますこ、うん、こういういと悩んでますどうにかしてくださいとそういうなったら言ってください。はいえー、ということで一人で喋って今日は17分どうもありがとうございました。